なんでだろう。泣いちゃいそう。どうしてだろう。悲しい。できたっぽい話、はい、できたっぽくない？できたくさい。なんだ。できたんじゃないの。やっとなんだけど、なんか急ポチポチしてたらできた。おまた。原因不明だ。原因不明すぎて。よかった、できた。なんで私できなかったんだろう。ズボンに穴が開いたので今ズボンに穴が開いちゃったので縫っていったところです。白い画面になった。真っ白。暗かったの画面。ごめんね、みんな。家事もやばい。9時間過ぎて、でも配信してないかいけないみたいな。親友ちゃんとご飯に行ってくるよ。ご飯っていうか遊びに行ってくるよって話なのに、私すっぴんで行こうとしてるからね。すっぴんで行くよ私は。気に入っちゃうんだからね。母ちゃんが夜鍋をしてズボンを塗ってくれた。はい、オッケー。マジで穴開いちゃって、福島はしゃぎすぎちゃったのか分かんないけど、なんか福島に来てたズボンに穴開いちゃった。なんで。ちなみにこれ高校の時に使ってたやつだから、ここにあやって書いてある。高校じゃない、中学か、中学の時のやつなんであやって書いてある。ここにカジシマって書いてある。カジシマ、うん、ズボン OK。 ナキソンとこかないかな。縫いました。どうしちゃったんだろうね、ズボン急に穴が開いちゃった。これで、あ、ちょっと見た目が悪いけど切っといた方がいいかな。このほつれ糸、あ、裏返しにしてました。さすが。これだけいっちゃおうかな。もう縫ったらね、この糸ちゃんはいらない。こんなにちょお気に入りのズボンなんかちょっと困る。へい、はい、もう穴大丈夫です。すごい、こういうの自分で泣いたらそれ縫いますわ。さすがにね。なんで分かんないね。あ、友達に会いやった子いなかったんだよね。すごくない？ある意味、うん、分かんなくない？ちょっと出来た。気に入りのズボン、これライトオンで買えるんでね。ライトオンのこのズボンマジでいいぞ。みんなおすすめだよ。レディースかもしれないけど。出来た。ちょっと髪の毛やばいかな。いやでも乗り行くよ私は。ちょっと準備しよう。
あ、おいちゃん、ありがとうございます。だるまいただきました。ありがとう。ちょっと準備、準備何もしてない、やばすぎ。もう行く時間なの。ティッシュとか持ってりゃ大丈夫かな。じゃあ化粧水持ってくか、不安だから。化粧水持ってくかっておかしいか。泊まりに行くんじゃるまいし、化粧水はいらんな。いくらすっぴんだからってパラパラってやるの。帽子かぶってくか。帽子かぶるか。じゃあ何が必要なんだろう。なんだ、何が必要だかあんまりわからん。まあお財布さえ持ってるやなとかあるからって思っちゃった。あ、いわきのお土産、あ、買ってないよ。買ってないっていうね。なんかリップ持ってかなきゃいけないな、そしたら。確かに、あ、よかった、配信して。私リップがないとね、もうね、発狂しちゃうぐらいダメな。ワセリンですね。ちょっとこの家を徘徊していきましょう。皆さんリップ探そう。あ、帽子持ってリップ、帽子帽子かぶって、やばい、本当に行く時間なんだけど。どうする。帽子かぶってリップして、リップってあれだよ、口紅じゃないから、ワセリンだから。ワセリン、ワセリン、リップ。今日寒い、まあ大丈夫っしょっていうふうに私は思ってます。うわ、持って、帽子かぶって、マッシュク、マッシュク、あ、靴を、寒い、外寒い、ね、22度、あ、そうなの、22度ってどれくらいかな、ちょっと暖かいぐらいか。まあでも今の服装がベスト、 Be the best and go ahead right now, you're so right, Be the best, Be the best and go ahead right now。ビザベース、今ちょっと親友に LINE を返した。親友は今も仕事してたみたい。今終わったって。え、今終わった、マジで言ってるの、すごすぎるよね。うちの親友のすごいところはね、おまま遊びに来ること。やばすぎ、本当にこの子はすごいね。ずっと仕事してたって。夜勤ってやつか、夜勤、うん。
そうそう、看護師さんなんです。 MTG ってなんだろう、マーケティングかな。あー頑張ってね、みんなお仕事本当に頑張って、応援してるよ。みんなのことを私は応援してます。みんな一緒に頑張ろうね。ちょっと充電器探してるよね、私はずっと。まあ遊びに行くって言ってもすっぴんで行くぐらいこのゆったりな感じではあるんだけどね。それでもだよね、私はあのいいよ今度でもって言ったんだけど、そう私が休みだから行こうよって言ってくれたんです。でいいのって言ったんだけどね、いいよって、なんていいやつなんだ。あ、ユニゾンラインの再生数超えたね、やばいよね。私あれ何事誰か教えて、なんでママがさ文字で繊細性単位で上がったよって言ってくる、あのなんだっけあれ上がったよって、再生数上がったよってめっちゃ言ってくる、すっごいめっちゃ超見りたいんで言ってくるから、あっちのままめっちゃ言ってくる。私さ、そういえば充電器どこやったんだろう、謎。いいか、こんなめっちゃ早く充電ができる充電器をどっかにやってしまった。秒で充電できるよっていう素晴らしい充電器を私持っていたんだが、どういった、あったこれで、あ違うの、えいや、あこれかな、これじゃない、いやすぐそこにあるんかい、めっちゃあった、これ今日のカジシマをさ見せていいのかな、これで出歩いてるってバレるか、バレないか。肝心の今日の格好。じゃあショールームのみんなだけだよ。今日私はこんな格好です。もうこれで出歩くから。もうね、もう私はこれで外を歩いています。見つけ、探さないでくださいってやつ探さないでください、あ探さないでください状態ですわ。探さないでください、まあ、多分みんながと会っちゃうようなところに行くわけじゃないんだけどね白いでしょ、探さないでください、ホワイトを感じします。マスクちょっとグレー、ちょっとグレー、探さないでくださいってやつだね。帽子取るともうこんな感じですよ、ふわっとぺったんこですから、大したあれじゃないんですけど、あちょっと待って倒れちゃった、ごめんね、許してにゃん、ちょっとあ 目だけちょっと、下さっきなぜズボン違う、今日スカート履いてるよ、えスカート見てんの、ここです、私にだってスカート履く時があるんです実は、でそんなことないよ、下
うちの親友ちゃんが今仕事が終わったと聞いたので、まだ時間があることに気づいたからしゃべんないってよ。暗、私のすっぴんこんな感じ、見せないのって誰か言って。すっぴん見せちゃダメだよね。え、前髪からしよう。ねえ、サイレントの話したいかも。ねえ、サイレントさ、なんかすごい、あ、ドラマ、ごめんなさい、ドラマの話していいですか。そうだ、サイレントさ、あのすごかったね。なんかあのすごい売れてるんでしょって言い方がちょっと、なんか韓国での配信決まったりとか、なんか TVer の歴代再生数1位みたいなこと聞いたんですけど、やばいんだってね。めっちゃ人気らし、人気っていうかめっちゃいろんな人見てるらしいんだけど、カジも昨日リアルタイムで見てて、姉ちゃんと、あと姉ちゃんの親友が昨日遊びに来たんですよ。そうそう、でやばいやばい、めっちゃ面白いからみんな見て、まあ、面白いっていうか、なんかうちもなんか大号泣したもん。なんか私あんまりドラマでそんなビエビエ泣くことないけど、泣いた、なんか一番泣けました、前回のが。あ、前回さ、昨日のが面接だった。あ、面接だったの、あら大変だったね、お疲れ様。どうだった、手応えは、手応えはありましたか。どうかな、難しいよね。でもね、見ようかしらって、見れるよ、 TVer あったね、3話全部見れるから、お願いお願い見て、お願い見て、お願い、休休みっつってたよね、見て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 面白いから、面白いからって、ドラマ見ないんだよ、だってうちね、川口春奈さんがすごい好きなんですよ。そう、川口春奈さん、わかんない、でもなんかあのなんか泣ける系だから前半だけな可能性があるっちゃあるかもしれない、もしかしたら。したらごめんなさい、後半どうなるか私全く予想ができなくて、後半窒息って結構あるじゃないですか、なんかちょっとわかんないけど。あと舞い上がれわー、ちょっと TVer でねやってないからおすすめができないんだよね、朝ドラは。うん、面白い、私が今面白いなって思ってるのは朝ドラの舞い上がれとサイレントと意外とあるっていうね、親愛なるなんとかかんとか、私もこの3つばっか話してる気がする。この3つは面白いですね。うん、ぜひご覧ください。面接だけに思いつかなかった、必死ありがとう、ありがとう、嬉しいよ。ニキビ見せてあげる、見て、朝起きたらなんか赤くなってて嫌なんだけど、一日に そうだよ。今日だから福原遥ちゃんが好きなんですよ。あと女優さんが好きで、基本的にね、女優さんが好きなのって、一押し女優さんが岡崎紗耶さんと福原遥さんなんですよ。二人がすごい大好きなんですね。その他にもやっぱ女優さんで基本決めるの、うん、で、まあ、川口春奈さんは私聞かざる声には理由があってっていうドラマがあるんですけど、そのドラマの大好きで録画してて何週も見たのね。それぐらい好きだったんですよ、川口春奈さんが可愛すぎてそうそれぐらい見たわけよ、うん、だから、まあ、久しぶりに川口春奈さんのドラマ見れるなと思って見たら、うん、面白いっていうか、なんか、なんて言うんだろう、川口春奈さんって なんだろうが出てる、そのサイレントっていうドラマのなんか表現の仕方が独特で面白いです。ああ、これを表したいんだなとか、これを引き立たせるためにこのシーンがあったんだなとか、
か、なんかすごくなんていうのかな、うん、すごくなんか素敵なんですよ。ちょっと、うん、あ、ちょっと親友が時間を提示してくれたので了解。ライン返そう。川口春奈さんはバッてこう一気に来たのはあれですよね、あの沢尻エリカさんの代役で出たやつからじゃないですか。出かけるの、今日は親友と遊びに行ってくる、久しぶりにね、久しぶりに遊びに行くのは何つぶりって感じ。これか、オッケー、びっくりマーク来た。どうも、あれがすごかったのやつか。実は私それは見てなかったんだよね。川口春奈さん、のんちゃんとモデル、あーそうなんですね、ニコラか、うん、いやー誰がこれから女優さんはバッて人気が出るかしら。原なんとかちゃんじゃない、やっぱり原なんとかちゃん、あの原なのかちゃんっていうもの、この原なのかちゃんか、原なのかちゃんっていう子がめっちゃ可愛いっていう、私が好きなだけかいな。原なのかちゃんって子めっちゃ可愛いからおすすめですって言って、まだ若いね。そうですね、うん、柏舞さんという女優さん、え、私ですか。私あのぜひ331っていう短編映画があるので YouTube でご覧ください。以上、柏舞のちゃんと演技やってますよ。ちゃんと演技やってるけど、私演技あんまりやったことないから、そう、どうなんだろうね。ちょっともう一回見てみるか。どうだろう。あ、かわいい。今田美音ちゃんも好きです。家事が見ないドラマは、医療系の強いものはちょっと見れない、見ないというか見れない、ちょっと悲しいのと怖くて見れないチックです。ちょっとうちの演技見るか。やばい、誰かが本開く前に見つけないと。髪短っ。髪短っ。あ、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。真っ白。これ店の前に落ちてたんだけど。これ店の前に落ちてたんだけど。持ってた人来てたっけ、お父さん。店ではマスターって呼んで。いや、いなかったと思うよ。そっか。じゃあ後で交番届けてくる。うん、だね。さ、今日何する？ランチサービスのアボカドチーズバーガー。ランチサービスのアボカドチーズバーガー。間に合った。ランチサービスのアボカドチーズバーガー。ランチタイムだったよね。ね。ランチタイムだったよね。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 
かしい、なんか面白いね。みんなぜひご覧ください。長くない？すごいね。甘辛なんとかバーガー全然違う。なんだっけ、ランチサービスのアボカドチーズバーガーで、ランチサービスのアボカドチーズバーガーの、ピアス開けたての時だ。誰かが本を開いた。平行世界が生まれる。ニーナ美人すぎだよね、本当に。ほぼ出ずっぱりですやん。いらっしゃいませ。私意外、なんだかんだ言って私一番出てるんじゃない、このアップアップフィルムの中で。ずっと映ってない。でも、ね、私本当そうだった。お昼をいつ食べようみたいな感じで、なんか見切れちゃう時もすごい、座ってる場所的にもなんか見切れちゃうとこが結構あるから、なんかお昼を食べる時間が全然なかった思い出。結構疲れた。結構疲れた。アボカドチーズバーガー食べたかったね。アボカドないって言われたって。あ、アボカド、アボカドね、私ね、アボカド好きじゃないの。びっくりだね、自分でもびっくり。アボカド好きじゃないんかい、いんかい、でっかい。おもろい。まあそんなこんな言ってますけど、見てください。ドラマの話したんだね。え、ドラマの話もっとしていいの？だ、ドラマの話していいの？ドラマの話ばっかりしててみんな嫌になっちゃうよね、ごめんね。あ、このシスターってやつ早く見たい。これ愛した人は姉の婚約者、裏の顔が暴かれるっていう、このなんかドロドロそうなやつ。え、これ絶対おもろいと思う。だから滝本美織ちゃんめっちゃ好きです。うん。滝本美織ちゃんめっちゃ可愛いですよね。あと山本舞香さんが主演なんだね。山本舞香さんマジで出てるね、いっぱい。すごすぎる。これは楽しみですね。これが昨日だったのか。よし、見るか。君の花になるがね、私ちょっと途中でリタイアしてしまいました。そうなんだよ。ね、あの面白かったんだけど、ママと2人で見てたんだけど、なんか途中でなんか2人で横道それちゃって、ちょっと見てない。え、ちょっと見なきゃなって思いつつ、まあ、時間があったら見るかな。うん。あと、あれ、これだ、くっつかの間のなんとかみたいな、つかの間の一かっていうのかな、わかんない、一肌みたいなやつ、これ面白かった。いや、これさ、あれだよね、あの子だよね、なんだっけ、藤原さくらちゃん。私この子をこの間のなんだっけ、ファイトソングってやつのドラマ、ファイトソングっていうドラマで出てたんですけど、素敵な方だなと思って見てたら、めちゃめちゃ出るお話に、こう、まあ、主演なのかなになられてたので、うわ、面白そうと思って見ていました。 PICU、 実は PICU がですね、1話は全て見させていただいたんですけど、これこそなんですよ、これこそ。私ちょっと医療系すぎちゃってですね、あの本当に医療系つらいのよ、見てて。本当になんか
苦しくて苦しくてさ苦しくてさ、これがねちょっとまだ2話に手出せてないんですよ。1話は全部しっかり見たし、最後のシーンが本当に私の中でもすごくグッときたんだけど、あの2話に行く勇気が出なくて待ってみたいな感じ。姉ちゃんは PICU めちゃめちゃ見てて、そう姉ちゃんコードブルーとかめっちゃ好きなんですよ。私コードブルー実はあのちゃんと1話全部見れたことないですね。医療系はちょっとね見たいけど、誰か全部教えてほしい。青春シンデレラ、これ皆さんこれ見ましょう。はい、この熊田ちゃん、この熊田凛花ちゃんか、熊田凛花ちゃんってこう私は結構熊田凛花ちゃんのドラマみたいなの割と私多分ほぼ全部見てるんですけど、今回もめちゃめちゃ可愛いのでおすすめです。はい、そして霊媒探偵、これだ、これを早く見なきゃって思ってるところです。こうねあのメンツ最高なんですけど、私の見るところまで来てないっていうね、小芝風花ちゃんと清原かやちゃん、もう最強タッグやん。もうねこの2人はもうなんか可愛すぎん。あのママがね見たっつってね、あーちょ見ようって思ってます。早くこれめっちゃ楽しみ。でもなんかちょっと何曜日、日曜日か、やばいじゃんもうすぐだな、日曜の朝見るか、そうだね日曜の朝見ようと思います。見なきゃ、超楽しみです。あとアトムの子、これおもろいね、アトムの子面白そう。これは1話全部見たんですけど、ゲームのねお話で、なんだろう、先が読めないかも、うまくいくんかなみたいな。でこう梶島家のこの岸雪乃ちゃん、この子は私たちの中で注目女優さんです、梶島家的に。そしてボーイフレンドの降臨、これちょっと私離脱してしまいました。これもね面白かったんだけどね、内容が全然思い出せないです。いやでも途中まで見た、あのこの方がさ出てるから、あの桜井由紀さん、これあの親愛なる僕にさ僕へ殺意を込めてってやつに出てるんですけど、もうこっちの印象が強すぎて、このこっちのドラマ、あ私あのあんまりちゃんと見れてなくて申し訳ない。面白いのかな、こういう内容 YouTube でやればいいのに。確かに。でもさ、なんか、いやー、なんか恥ずかしいじゃん。私めっちゃ女優さん好きすぎて、本当に、こうなんか分析とかしてるのちょっと、あれかなと思って。ちょっとうざいかなと思って。いや、ありだね。でも確かに。で、サイレント。あ、これ一押しですね。やばいじゃん。なんか桁違いだよ。なんだっけ、この、お気に入り登録みたいなやつが TVer でできるんですけど、高くて、PICU 50万いいねみたいなやつ、僕親愛なら僕に撮影込めて60万とか、ちなみにサイレント144万っていう、なんか倍やん、倍3倍じゃんっていうくらいでね、すごいね。いやでも面白いもん、絶対見た方がいい。みんなおすすめ、あの無理にじゃないけど、もしね見れないよって方とか、あんまり興味ないよって方、私が全部教えてあげるから大丈夫だよ、大丈夫だよ、私が教えてあげるから。あとは差し出し人は誰ですか、これちょっとさ見たいんだよね、これ面白そうだけどさ、どんなやつなんだろう、ちょっと手つけられてないです。これ差し出し人は誰ですか、推しが武道館に行ってくれたし、これもね見てます。これもね完全にもうちーこちゃんが結末知ってるんですけど、ちーこちゃんに結末何って聞いちゃうぐらい面白かったです。虫が武道館に行ってくれたら死ぬってやつ、ね、あとはファーストペンギンだ、ファーストペンギン私は実は見れていなかったりします。これはちょっと離脱かな私の中で。
決まった曜日に決まった時間テレビの前にいるのが苦手。あ、でもそうだよね、なんか TVer がやっぱいいかもね。あのなんていうのかな、見たい時に見れる感じ。でもなんか1週間っていう縛りがあるのは結構辛い方もいるかもね。1日で全部見たいよって方もいるだろうし、1週間の中で1回見るっていうのも結構難しいと思うから。そうだから私があれだね、あのもうドラマが好きだから見れてるところはあるよね。アニメ見てないんだよね。アニメのチェーンソーマン、チェーンソーマンだけ見てます。チェーンソーマンなんかゆりちゃんがすごい面白いって言ってて、あそうなんだと思って、あの楽しみにしてたので、やっと放送見れて嬉しいです、うん、どうですか、こんな感じです。一番自分の中でやっぱりこのドラマが最終的にめっちゃ素敵ってなりそうなのは、推しフィルター入れちゃうと舞い上がるだけど、単純に親愛なる僕に殺意、僕へ殺意を込めてはおもろいよ私これずっとやってる気がするんだけど、あの怖すぎちゃって、最初これ3話までいってんのか、怖すぎちゃってなんかあんまり見れなくて、千夏とゆりちゃんに見てもらったんだよね。ね、これさ、ここどういうシーンって言って、私見れないけど、私見れないけどここどういうシーンかちょっと解説してって言って見せたぐらい内容が気になってます。でサイレントがどこまで行くかだよね。これ今期で一番になるのかな、どうだろう、この勢いは止まらないのかしらね。あと朝ドラがついに私の推しメンの福原遥ちゃんが出てきましたので、こっからですね、楽しみですね。人にもらうの見てもらうの草でしょ、でしょ。だってさ、めっちゃグロくて、なんか最初女性の方が拷問されるところから始まるんですよ、ドラマが。それが誰なのかっていうのが私怖くて見れなくて、これ誰って聞いて、あの元スーパーガールズの浅川さんが出られてるんですけど、で最初浅川さんが拷問を受けてるのかと思って、もうそう考えたらもう見れなくすぎて、もう辛すぎちゃって見れなくて、もうなんか一回千夏にこれ誰って見せました。はい、でした。なので結局一番おすすめなのはサイレントでやって話ですね。これ結構本当にすごいことなりそうな気もするけど、どうなるかね、楽しみ。開始前のドラマ解説以上です、すいません長々と。うわっ、時間だ、本当に時間だ、もう行かなきゃ。明日は夜配信します、よかったらご覧ください、お願いします。ありがとう、こんなね中途半端な時間から始めちゃったけど、逆に良かったです。うん、親友と一日過ごすの楽しみですね。私はとても楽しみです。偶然来れたら本当だよね、この時間はなかなか難しいよね。ありがとう。ちいこちゃんがボブにしたい、金髪にしたい、ピンクにしたい、ウルフにしたい、前髪も欲しくなってきたって言ってるんだけどさ、私はマッシュにしたい、マッシュにしたい、マッシュにしたい、マッシュにしたいって感じ。今日あったかくなるのかな、あースプラット入れたい。ちょっと最近スプラットできてないな、やりたいスプラット。髪の毛って何がいいんだろう、私
全然違う話だけどさ、20のあやかちゃんめっちゃ可愛くない？そんなことしかないの私の話題って。本当に可愛い子好きなの。でもみんなが思い描いてる5倍ぐらい私可愛い女の子見て生きてるよ。今日昼何食べるの？飲み込めてない。なんだろう、親友についていきます。そうだね、やばい、時間も行かなきゃいけない。でも準備できたかも、逃げてるだけ。20めっちゃ可愛いんだけど、なんでこんな可愛い？可愛いね、素晴らしい。女の子の話題一回やめてみようなって。カレーが美味しいですよね。いいかも。いや私もだからもう恥ずかしい。はい、じゃあ行ってきます今日は。じゃあね、シャオティン、シャオティン最近聞かんだって。シャオティンはまあ新曲楽しみかなっていうくらいか。もうあんまり確かに終えてないかな。レセラフィムが新曲出して可愛いなって。でも私レセラフィムの推しメンが決まらないっていうのと、アイブのイソちゃんが好きだよ。シャオティンだよね、シャオティン可愛すぎて。あのこれ飲む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 言ってる曲あるじゃないですか。あの曲をシャオティン言ってるのはあの可愛いなって思います。でも待ち受けはシャオティンですよ。今携帯の携帯の待ち受けはずっとシャオティンですね。でもあの女の子好きなんですよね。ただただたらしです、すいません。私いろんな子が好きです。今的にモチベが一番高いのは福原遥ちゃんっていうのが間違いないですね。それではすいません、私のお話に付き合っていただいて。またね、あの配信しますので、その時ぜひまた会いに来てください。それではお手を拝借、せーの、以上です。またお会いしましょう。バイバイ。じゃあねー。